テンション上がる、いろんな色入ってる、たまにはいいじゃないか、大人だって。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は今風の眉パート2やっていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。パート2でございます。紫やりたいなー、ないかなーって言ってたら皆さんがいろいろ教えてくださいました。ケイトの紫ありました。ニューシュー紫の眉とジル・スチュワートのオレンジ眉マスカラを使ってオレンジメイクやってまいりたいと思います。今日はですね、眉だけではなくアイメイクも一緒にトータルでやっていこうかななんて思っておりますので、紫の方からよくない、これこれぐる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 、マックのですね、こんなアイカラーパレット、テンション上がる、いろんな色入ってる。マックってやっぱりね、発色がすごい良くて、このまんま結構色が出るんですよね。これ結構紫出るのよ。これ本当に発色が良くて、濃い紫ちょっと使っていこうかなと思います。こちらのラメ、これを中央から全体に少しちょっと赤みが出ますね、やっぱりね。眉毛いきますよ。眉毛ね、ベースを紫を入れときますかね。これ行きますよ。紫のアイブロウマスカラでございます。かなり紫出ます。結構紫でございますよ。ちょっとハードルは高くなるかなって思います。やっぱり私はちょっと薄ピンクの毛だから、もしかしたらこう髪の毛とか出すとなんかちょっとしっくりかっこいいかなっていう気もしますね。ちょっとでもビジュアル系感は否めない。これね、ちょっと一回撮ってみようかな。これで一回でピンクブラウンをちょっと先に、で自分の黒をある程度、やっぱ紫だけだと濃くなっちゃって黒い毛が消えないんですよね。色を少し消しての紫をちょっとうっすらのせるぐらいの方がもしかしたらいいかな。軽く表面にちょっと紫をニュアンスな感じでのせる。だからピンクブラウンと紫をちょっと混ぜる感じですよね。こんな感じ、この方がもしかしたら取り入れやすいかなっていう気がしますね。じゃあこちらオレンジでやっていきたいと思います。とここ使っていきます。こちら、ここは可愛くいこうね。このオレンジちょっと入れていきます。この真ん中の、じゃあ眉です。ジル・スチュワートのニュアンスブローパレット、もうね、こういうのがいっぱい出てるんですよね。この時点だともうオレンジの眉が違和感しかないじゃないですか。これを埋めていくのが眉マスカラでございますよ。じゃあ眉マスカラいきます。こんな感じ、紫オレンジ紫オレンジ、ぜひ遊んでみよう。たまにはいいじゃないか、大人だってメイクで遊んでなんぼです。はい、ぜひやってみてください。ではバイバーイ。